皆さんこんにちは令和5年度土地家屋調査試験記述の回答速報始めていきたいと思います担当はレクセリン人講師の松本ですよろしくお願いしますはいまずはですね皆様本試験本当にお疲れ様でしたこの動画皆様どういう心境でご覧になられていますでしょうかちゃんと自分の力出し尽くしたよ、はい、回答しきれたよそんな風にご覧になられていただけていると嬉しいなという,ふう思うんですけれども はい、そうじゃないっていう方も結構いらっしゃるんではないか、はい、今年の本試験ですね択、まあ、一も含めてですけれども記述もうとにかくもう問題が長くてもう解きづらかったですよねなのでバッチリできたよっていうよりはいろいろな心配ですとか不安とかそういうものを抱えられているという方が多いんじゃないかなというふうに思いますですけれども,ですけれども、はい、皆様がそうやって難しいと思われる部分については他の皆様だって難しいと思われているわけです そして土地家屋調査試験は相対評価になりますのでそういう難しいところができたかどうかよりもやっぱりここは絶対に落としちゃいけないよね、はい、ここは絶対に取るべきだよねそういうところを取りこぼさずに得点できたかどうか、はい、そこを今改めてちょっとね考えていただきたいなというふうに思いますはい、それではですね、はい、記述内容について入っていきたいと思います皆様のお手元には、えー、試験問題、はい、あるかと思います皆様の死闘の跡が残っている試験問題そして はい。レックではですね、PDF になるかと思うんですけれども、はい。回答一覧というところで上がっているかと思います。で、1ページ目には択一なんかあったりするんですけれども、その後にえ、記述の模範回答なんていうもの、はい。現時点でのレックでの、えー、回答ということで、えー、公表させていただいております。はい。それでは、21問から見てまいりましょう。はい。もうすでに皆様ね、えー、本試験受けられたというところで、 飛飛ばばばせせるとところはは少し飛ばしてて説明さいいいただければなと思います、はい、第21問、土地というところで、めちゃくちゃ長文でしたねで。長文なんですけれども、さらにこのあとにある第22問、建物についても長文だったんですね。記述、はい、土地も建物もどっちも9ページにわたる、すごい長い出題でしたね。で、昨年、令和4年度も土地については9ページの出題で、まあ、長いねなんて話をしてたんですけれども、今年は土地も建物も9ページ、うーん、非常に大変。 さらに中身についても、うん、何を言ってるんだろうな、読み取りづらいなーなんていう出題だったと思います。じゃあ、そのあたり見てまいりましょう。はい、第21問、土地についてというところで、はい、どういう状況ですかはい、下に調査図、卒図なんていうものがあるんですけれども、はい、河野慶子さんという方、はい、河野恵子さんという方が、河い河野恵子さんという方が、河土地子土地と所有していると言っていますが、河野恵子さんといる。そしてこの子んという方が、河野恵んですけれど河この子土地と土地についてまず A, B, H, I です。A, B, H, I これを結ぶ、はい、部分について、まあ、ある方に売りたいよ。そして所有権の移転登記をしたいよと考えています。さらにです。はい、B, C, G, H ですね。B, C, G, H この斜線部分、はい。ここの部分についても、はい、別の方に売りたい。所有権の移転登記したい。で、さらにその所有権移転登記する前に、高土地と一筆の土地にしたいよなんていう要請がありました。はい、そんな問題でしたね。 で今回、調査図、素図、なんか下に変なの出てきましたね。はい。位置点小サイズ、ロー地点小サイズ。私はこれを見たときに、あれ、また境界と引っかいについて、何か揉め事があって、どっちかなって判断しなくちゃいけない問題なのかなってちょっと思いました。はいなんですけれども、今回はそういうお話ではなかったようです。ですけれども、これ、どちらが引っかいかというのは非常に大事なお話でした。はい、では続いて問いの1、見てまいりましょう、実際に問題。問いの1。 はい。問いの一の問題は穴埋め形式でした。穴埋め形式で前半と後半で話が全然違うということになりますね。前半、あといについては、これ、不動産登記令第2条に規定されている知的測量図ってそもそも何ですかの穴埋めになります。で、これは知らなかったとしても、まあ内容から、まあこんな文言が入るんじゃないかって押さえていただきたいところになります。はい。そしてその下ですね、うとえについて、これは大事です。 はい、今回の南側の筆っかいを考えていく上で必要な情報になります。また後で戻ってきます。はい、そして問いの2については、はい、問いの2は座標値の算出でした。今回は B 点と H 点、はい、2つの座標値を求めるというところだったんですけれども、先にちょっと見ちゃいますけれども、B 点と H 点、こことここですね。はい、B 点と H 点、このあと求めるための情報として、はい、この B と H を結んだ直線というのが、C と G を結んだ直線、これと平行。 そして、幅が1メートルだよ、なんて指定がありました。そしてなんですけれども、今回、この、はい、C と G を結ぶこの直線というものが、X 軸に平行な直線になるんですね。で、かつです。かつ、はい、H 点について考えるときには、はい、H 点は、G 点と I 点を結んだ直線上の点だと言っています。そして、この G と I、はい、これを結んだ直線は、今度はこれ、Y 軸に平行な直線ということになります。はい。すなわち、H 点はもうすぐに出せるんですね。はい、H 点はすぐに出せる。 じゃあ B 点は、はい、B 点も、はい、この BH、直線 BH ですね。BH が、はい、X 軸に平行だと言っているんですから、もう、X 軸に平行だと言っているんですから、Y の値はすぐ定まる。で、Y の値がすぐ定まりましたら、あとは AC 上の直線 B だと言っているので、その方程式に当てはめていただければすぐに出せるぞということになります。そして今回は、考える上で、はい、これから先の論点考えていく上で、 すごく複雑なものがありますので、今回については座標値はどっちも出していただきたかったなというところになります。はい、そして問いの3見てまいります。問いの3、問いの3何か、令和5年8月10日に申請した、おつ土地に関する登記の申請書だと言っています。申請書に添付する、地積測量図だと言っています。はい、お土地についての知的測量図。問いの4、令和5年10月16日に申請した、甲土地に関する登記の申請書、すなわちこれ、申請書各不動産。 はい。それと、図面を作る不動産、これ違うものになるんです。このあたり、引っかからないでくださいね。間違って、まあ、どっちかどっち入れ替わっちゃったよ。あるいは両大土地、両方、落とし、両方、コートし書いちゃったよ。まあ、こうと両方っていうのはないかと思うんですけれども、両方書いちゃったよなんてこと、ありえますので、しっかりこのあたりね、判断できたでしょうか。そして、注意書きもね、ちょっと特殊なのありましたね。登録免許税の欄については、はい。納付を要しないのであれば、不要と記載してくださいね。これ、建物の方でもそうでした。なので、 はいそういうところしっかり押さえておきましょうで今回はね登録免許税かかりますので特に問題ないというところですはい続いて問いの後ですねはい問いの後についてはなんかすごく前半長く書いてあるんですけれどもはい要約したのがはい、この下四角で囲ってある部分になります何かと言いますと登機官が地図を作成するために必要があると認めるときには職権で分泌とか合筆の登記することができるよねのお話がここに書いてありますそしてこの穴埋めは全部これできないと困っちゃいます はい。これは、このレベルであれば、全部の穴埋めをしっかりやっていただきたいというところです。はい。そして、その下には注意事項あったりします。はい。知積測量図に記載省略することができるもの。はい。この辺りもしっかり確認しましたでしょうか。そして、この問題。はい。一番頭を悩ませるところになります。中の7になります。何かと言いますと、大津土地を分泌する場合の分泌後の地盤は、分泌後の土地のうち、西側の土地を1番2とし、 はい、その余った他の土地については新地盤を1番4として不満することという縛りがあります。はい、これがちょっとネックになってくるんだぞというところ、後でまた戻ってきます。はい、中の8や9、はい、9につきましては、はい、小数点以下の波数が生じる場合には、提出済みの積測ルールに記載された波数を用いてくださいね。はい、この辺りは、択一なんかでも、ね、問われているところなので大丈夫かと思います。はいそそしてその下 土地家屋調査士ホーム新さんですかね。新さんによる調査結果の概要というところ。はい、もう皆様は問題解いているかと思いますので、大体どういう状況だったのか、そのあたりはね、把握しているものとして、少し説明させていただきたいなというふうに思います。はい、まず先ほども少しお話ししたんですけれども、はい、土土地乙土地はいずれも河野慶子さんという方が所有しているんですね。河野慶子さんという方が所有している。そしてです。そして、はい、もともと、はい高子さは、 株式会社桜ストアさんというところに、方に賃貸している。で、さらにです。はい。お津山幸二さんという方に対して、ACGI 点、そして A、これを結んだ直線、本件借地という部分、その部分を賃貸していると言っています。ACGI です。はい。その上で、株式会社桜ストアさんは、はい、既存店舗の建て替えに伴って、この土地及びお津土地の東側の一部、 B 点 C 点 G 点 H 点および B 点の各点を結んだ範囲これを斜線部分と言ってるんです斜線部分どこかと言いますとはいこちらですねはい、オツとチのうち B 点 C 点 G 点 H 点を結んだここの部分についてはい買いたいと言ってるんですねコーとチと合わせて買いたいと言っていますはいなんですけれどももともとそこってはい貸している部分でありましたね はい、貸している部分だったので、借りている方とやっぱりそこは相談しなくちゃいけない。で、相談した結果、はい、借りている花山浩二さんですね、はい、花山浩二さんは、河野稽子に対し、本件借地の賃貸権の範囲を変更するよりも、範囲を変更するんではなくて、はい、残りの部分、本件借地の西側部分、A 点、B 点、H 点、I 点、および A 点を結んだ範囲、これを購入したいと言ってるんです。で、さらに令和5年8月31日までに所有権の移転登記をしたいと言っています。 はい、すなわちです、はい、今お話に出てきましたのが、はい、A 点、B 点、H 点、I 点、ここですね、A 点、B 点、H 点、I 点、これらを結んだ範囲を買いたいと言っている。じゃあ、土地の一部についての所有権の移転登記はできませんので、その前提として分泌の登記が必要になるんだな、はい、そのあたりの推測は働くかと思います。はい、じゃあ、サクラストアさんに関しましてはというところで、はい、調査結果の概要6というところになります。 はい。以下の一丸二の合意をしたよ。そして、このオレンジのマーカーで塗っている部分につきましては、先ほどお話ししました、B 点と H 点の座標値を求めるために必要な情報になってまいります。はい。じゃあ、一丸二の合意って何ですか丸一はい。もともとあるブロック塀。はい。これを、まあ、壊しまして、一部壊しまして、新しく B 点と H 点を結ぶ直線上にブロック塀を設置すると言っています。うん、はい。続いて合意の二です。はい。本件工事完了後。 河野稽古は、公土地及および車線部分の土地を一筆の土地にした上で、所有権の移転登記をすると言っています。一筆の土地にした上で。ということは、合、はい、筆の登記するのかなっていうところが、はい、予想が働くといいなというふうに思います。はい、そしてその後はい、株式会社サクラストアさんは、はい、同年、令和5年ですね、9月20日にそのすべての工事が完了し、新店舗の営業が開始して、新店舗の営業、公土地及および車線部分も含めて営業があったと言っています。 すすなわちここですねもともと、サクラストアさんは3番の1、はい、こちらの土地を持っていて、ここに店舗を構えてるんですね。はい、そして、1番1、高土地とこの斜線部分の土地を取得した、取得した上で、こちらも利用しているよ。どんな風に、はい、9月20日にその工事が完了して、どんな風に利用しているかと言いますと、従業員ですとか、あるいはお客さんが使う駐車場、そして屋外に陳列するための展示販売所としても利用しているよ。 じゃあ、この時に、はい、今回、高ト地の地目。はい、もう先に見ちゃいますけれども、高ト地の地目は雑種地なんですね。雑種地。はい。ですけれども、今回、高ト地なんかも含んだこの部分が、はい、あれこれ、宅地になるんじゃないのなぜかと言いますと、今回、合意の位置で、実は北側のブロックウェこれ、壊れてるんですね。壊れていて、明確な区画の、何でしょうね、区画割りみたいなのがされていない。今、そういう状態で、はい、お客さんですとか、あるいは、 納品するための車車が使う駐車場あるいは屋外に陳列するための展示販売所として利用しているこれ宅地になるんじゃないの私は宅地なのかななんていう,う辺りをつけますはいそしてその下はい河野稽子は前期5および6の所有権の移転登記を申請する前提として必要となるときその他の不動産登記法上必要となる表示に関する登記をすることを希望しているうんその下 令和5年8月10日、前期後のおつ土地について必要な登記を申請し、おつ土地です。はい、先ほどありましたね、おつ土地について、はい、A、B、H、I で結んだ部分を所有権移転登記したいよ。はい、さらに、B、C、G、H、はい、この部分についても別の方に所有権移転登記したいよ。はい、当然、土地の一部についての所有権移転登記というのはできないので、これ、分筆の登記が必要になるぞということですね。はい、ではその下。 同年9月20日、この土地について、順位1番の定等権の抹消をした、先ほど、はい、合意の2の中で、高地お及び斜線部分の土地を一筆の土地にした上でなんていうのがあったので、合筆をするんだろうな。はい、その上で一番定等権あ、これは合併制限に引っかかるからきっと邪魔だったんだろうな、っていうふうに思えるわけです。はい、そして、その後、ホーム、アラタさんは、 令和5年10月16日、前期6の高度値及び斜線部分の土地について必要な登記を申請したと言っています。斜線部分の土地について。はい、そして、合、は、筆、い、の登記なんかするんだろうなという予測のもと、登記識別情報を保有しているようなんてあるので、あ、登記識別情報と印鑑証明書が添付情報にもなりえるんだろうなというところになります。はい、そして読み進めていきますと、登記録なんかありまして、読み進めていきますと、27ページ。はい、地積測量図の抜粋なんていうものがあります。はい、こちらから、 今回の南側の引っかいというものを判断していくということになります。はい、何かと言いますと、先ほど21ページの調査図、素図にありました、この E 地点とロー地点のこの小サイズ、これ GF どっちなのか、IJ どっちが引っ換点なのか、はい、これを判断するために、はい、27ページの地積測量図を使うぞというところ。そしてさらにです、はい、この話が問いの1。 はい、ウととととににながってくるということになりますす問の1ウとエです、はい、どっちがひっかいかを判断するそのための材料はここにあります。C 点からある点までの転換距離および A 点からある点までの転換距離を算出すると地積測量図に記録されている転換距離とが一致するそしてその一致した、はい、それをもってそれぞれひっかいてんと判断したよと言っています。すなわちです、はい、今回座標値与えられているんですけれども。 例えばですけれども、じゃあこの東側、CG の転換距離と CF の転換距離。はい。これを、はい。地積測量図、27ページの地積測量図の、ここですね。ここの線と比較した上で一致してる方が引っ換えだと言ってるんです。はい。同じようにです。西側も A と I 結んだ転換距離、A と J を結んだ転換距離、これを、 地積速量図先ほどの27ページの知的測量図の東側、これと照らし合わせたときに一致する方が引っかいだと言ってるんです。じゃあ、一致したのどっちですかというと、これ、どちらも外側になります。外側。F 点と J 点ということになります。なので、ここで一つ問題が起きるんです。何かと言いますと、今、所有権の移転登記をしようとしている部分、2つの部分については、A、B、H、I を結ぶところ、そして、B、BC、G、H を結ぶところだと言ってるんです。 でも、引っかいは F と J なんです。ということは、これ、下側にです。どちらにも属さない、はい、浮いている部分があるということになります。すなわちです。はい。ざっくり書きますと、このような形になります。はい。今、売りたいと言っている、所有権の移転登記までしたいのは、西側、ここと、さらに斜線部分。はい。ここなんですけれども、引っかいはその下にあったので、ここ、どちらにも属さない、南側に空白の部分というものができているんです。はい。なので、 これ基本的には3筆に分泌する必要があるということになります。3筆に分泌する。うん、それでいいじゃないか。はい、そこでネックになってくるのが23ページの中の7になるんです。中の7。はい。大津土地を分泌する場合の分泌後の地盤は分泌後の土地のうち西側の土地を1番にそしてその余った土地については新地盤を1番4として不満すること。はい。 2筆のの分ととといいいいううものを想定しているんじゃないかということが考えられます例えばですけれども、令和4年の出題であれば、令和4年も3筆の分泌だったりするんですけれども、何番、何番から順に1番を付していくなんていう指定だったんです。何番から順に付していく。はい。そうしますと、じゃあ今回であれば、まあ1番4、1番5、1番6って伏していくのかなって思うんですけれども、今回は新1番を1番4として不安することと言っているので、 2筆に分泌することを想定しているんじゃないかなということが考えられますはい、なんですけれども、はい、やっぱりどうしても2、はい、筆にするなんていう考え方も一応あったりはしますこの後説明するんですけれども原則としましてはやはりこの部分浮いちゃうので3筆に分泌した上で、でさらに今回は、はい、この斜線部分と鉱土地、合筆した上で所有権の移転登記と言っていますのではい。 三筆に分泌した後、斜線部分と高都市を合筆する。はい、そんな陶器の申請の流れになるんじゃないか。はい、それがよろしいんじゃないかというふうになります。はい、そしてです。はい。28ページ。28ページのところに、はい、本件各土地の利用状況というところで、 高土地お及び車線部分の土地は新店舗との一体利用が不可欠な状態にあること。はい、さっきほど宅地かなって思った部分が一体利用が不可欠というところで、あもうこれで宅地で確定することになりました。ただし、高土地の登記録上の地目というものが雑種地になりますので、これ地目変更が必要ということになります。そして地目変更かつ車線部分と 車線部分と高度値を合筆したいと言っているので、地目変更、合筆登記を申請する。これ1の申請情報で申請できますね。申請していくという流れになります。はい。それらをまとめたのが、はい。解説の方、お願いいたします。回答の方ですね。え模範回答の方、2ページ。はい。回答の方で見てまいりましょう。まず、問いの1。はい。問いの1、あからえ。これは全部かけてほしいなというところになります。今回、引っかいは外側2つになりますね。F 点と J 点。 はい。そして問いの2。はい。こちらの座標値もこれは出してほしい。はい。今回は軸に平行という要素が多かったので、これは出してほしいです。はい。そして飛ばしまして、はい。問いの5ですね。問いの5もこれも基本的な内容になります。なので、4つとも穴埋めできてほしいなっていうところです。はい。そして先に図面見ちゃいますと、じゃあ、落ち土地について申請する分泌の登記。はい。これは、やはりまず3筆に分泌した上で、 はい、下のね、このどちらにも属さない、所有権の移転登記する予定がない、どちらにも属さない部分ありつつ、3筆に分泌していただく。そして、今回、地盤1番4にしか触れられてないんですけれども、はい、斜線部分についての地盤を1番4として、そして残った下の部分ですね、こちらについて1番5と地盤を付していただいた上で、3筆に分泌するのがよろしいんじゃないかなと思います。そして、分泌が終わりましたら、はい、今の1番4、斜線部分ですね、斜線部分と。 公土地を合筆する、合筆の登記を申請するんですけれども、公土地の地目が雑種地。はい。でも、現況は宅地になっていますので、土地、地目変更、合筆、東京一の申請情報で申請するという流れになります。添付情報、申請人欄登録免許税についてはよろしいかと思います。はい。そして、土地の表示なんですね。はい。一応、レックではこのような形を模範回答とさせていただいております。え今回は、 雑種地から宅地に変わることによって、地籍の表示の変更がありますので、丸2 0 3年月日地目変更ということになります。そして、合筆後の地籍を書いていただく。で、この申請書の書き方につきましては、はい、一応レックではこのような形を模範回答とさせていただいているんですけれども、例えば、2行目に地目の変更の要素だけを書いた上で、4行目に新たに合筆の要素を書く。そんな書き方もあろうかと思います。 いずれにしましても、地目変更の要素と合筆の要素、はい、これらを1の申請情報で申請する、そんな申請書を書いていただくということになります。で、こちらが今、レックで模範回答とさせていただいているものなんですけれども、この、はい、回答速報、続きがありまして、6ページ、7ページ、8ページ、9ページなんていうところに、もう1つ、なんか土地の情報なんかが出てくるんですね。また回答が出てくる。これ、何かと言いますと、はい、これはですね、先ほどの。 問題差し、23ページの、はい、こちらの、新地版を1番4として不満すること、この文言を重視して、あ、出題者は二筆分筆を意図して出題したんだろうな、はい、そこに重きを置いたのであれば、どうしても二筆分筆にして重きを置くのであれば、一応こんな方法があるんじゃないのっていうところの案になります。これは、えー、なんでしょう。最初の三筆分筆よりは、回答というよりは本当に案という形です。はい、何かと言いますと、 はい、先ほどの状態が上の状態です。3筆に分泌したあと、斜線部分とコート値を合筆する。ではなくて、です。もう2筆に分泌する、そこに重きを置くので、一旦逆の L 字ですね。下の浮いてしまっている部分と斜線部分、はい、これらを足したもの、これと、はい、西側の売り渡す部分、これを切り離す分泌の投機を申請する。こうなりますと、2筆ですからね。そうした上で、 そうした上で、さらに斜線部分を分割して、高土値に合筆する、分合室登記を申請する、さらに今回は、地目変更までありますので、地目変更、分合室登記をした上ではで、い、このような形に是正するなんていう方法も考えられるんではなかろうかという案です。はい、なぜかと言いますと、これ、案って今お伝えしてますのが、そもそも地目変更と分合室登記って、1の申請情報でできるんですかという話です。 でここが正直、何とも言えないところでして、不動産規則のと規則の35条第1号ですね、1号と第7号ですね、1号と第7号には、1号の方には文号室の規定、7号につきましては、例えばですけれども、地目変更と分泌とかであればできるよなんていう7号の規定がある。じゃあ、この1号と7号を合わせて、地目変更、文号室、これがですね、何とも正直言えないです。できないとも言い切れないなと思いつつの案なんです。なのでです。 はい、基本的にはえ上のこの3筆に分泌した上で、斜線部分と高土地、合筆していただく申請書でよろしいかと思います。はい、で一応、先ほどの、はい、まずですねえ9ページ、2筆に無理やり分泌、そっちに重きを置いて2筆に分泌、そして逆の L 字があるよ、はい、逆の L 字作った後に斜線部分を切り取って高土地に合筆する。 はい、さらに、地目変更を絡んできてしまうので、地目変更、文豪筆動機なんていう、地、は、籍、い、測量図が添付情報になったりですとか、あるいは登録免許税が2000円になったりですとか、そして、はい、こちらの土地の表示欄につきましても、これも何か公式で公開されているというものはありませんので、まあ、考えるのであれば、こんな記載になるかなというところになります。はいいずれにしましまても、はい どちらかと言いますと分かりやすいのもそうですし、皆様が回答してきたのもこちらが多いんじゃないかな。はい、レックの模範回答であります、3筆に分泌した後に、種目変更、合筆登記、はい。こちらの申請書と図面を書いていただければよろしいかと思います。はいでは続きまして、第22問、はい。見てまいりたいと思います。第22問です。はい、第22問、はい。これどんな問題だったか、はい。こちらも問題文が9ページにわたっていて、非常に長かったです、はい。ですけれども、土地よりは読み取りやすいかなというところにはなります。 はい、どういう状況だったか、はい、2つの専有部分からなる1棟の建物についてのお話でしたね。はい、では問いの1。はい、問いの1は、はい、この後の問題、読み進めていかないとわからない部分はあるんですけれども、はい、入れるごくそのものとしましては、多少の表記ぶれはあります、多少の表現の違いはあると、内容につきましては5つ、これもやっぱり全部入れていただきたいものになります。はい、そして問いの2は、はい、問いの2は申請書を完成させなさいというところで注意書き。 当期の申請は1の申請情報によって申請するよ。さらに、建物の表題部の変更登記にかかる申請情報を先に、うん、建物の表題部の変更登記これ申請するんだなっていうことが読み取れる。はい、そして先ほどもありました、登録免許税の納付を要しないのであれば、不要と記載してください。はい、今回は納付必要なので、問題ないですけれども、こういうとこちゃんと読み取れましたでしょうか。さらに今回は、敷地権の表示に関する登記。 はい、こちらが不要である場合には、原因およびその日付欄にこちらも記載不要としてください,、はい。で、今回は結論を申しますと、敷地権はないので、記載不要と書かなくちゃいけない場合になります。はい、このあたりもしっかり落とさずにお願,いしたいお願いしたいところでした。はい、そして問いの3。はい、問いの2の登記申請書に添付する建物図面と、各階平面図を作るぞ。はい、そして作るんですけれども、下、注意事項ですね。はい、直近の本試験ではよくあったパターンです。 各界平面図に記載する距離については小数点以下第2位まで。なんですけれども、建物図面に記載する距離は小数点以下第1位まで記載すること。直近でもありましたので大丈夫かと思うんですけれども、しっかり読み取れましたでしょうか。最初に私がお伝えした、取るべきところを取る。ケアレスミスとかはしないっていうのはこういうところですからね。はい、そして問いの4ですね。はい、問いの4につきましても、もしもの時のお話です。もしもの時のお話なんですけれども、こちらも。 多少の表現の違いはあれど、中身としましては全部回答していっていただきたいところになります。なので今回は土地も建物も穴埋め問題は全部埋めてきていただきたかったというところになります。はい、そして事実関係32ページどういう問題だったか。はい、2つの専有部分からなる1棟の建物があります。はい、なんですけれども今回工事を行ったよ。はい、どんな工事を行ったのか事実関係4ですね。はい、1つ目から。 外に出ることなく、1階と2階を往来できるように、はい、施錠できる木製の扉をつけた。これどういうことかといいますと、はい、34ページに変更前の建物の図段というものが載っています。はい、これ、玄関2つあるんですね。1階に玄関が2つある。そして完全に仕切られているというものになります。そして、下側の玄関を使う方は、普通に1階で生活を行う、はい。上側にあるこの玄関を使う方は、はい、階段を上っていただいて、 はい、2階で生活をしていただく2世帯住宅だったという時の話です。で、その2世帯住宅はい、区分制を持っていたので当然はい、区分建物として2つの建物登記されていたんですけれども、はい、今回はい、工事木製扉なんていうものをここにつけていきができるようになりました。じゃあこれを持って区分制なくなるんですかっていうと、はい、これは過去卓一なんかで問われたことがあると思います。はい、昭和41年の先例で木製の扉であっても これは区分性失わないようなんていう洗礼があったりします。なので、今回、木製扉をつけただけ、はい、行き来ができるようになっただけでは、はい、今回は区分性失わないということ、すなわち区分のままということになります。はい、じゃあ、読み進めていきますと、今回、はい、バルコニーとして使用していた部分の一部を増築した、増築があるんですね。そして増築した部分の構造は軽量鉄骨造だと言っています。はい、その下、はい、屋根を吹き替えたなんていうのもありますね。はい、陸屋根をスレート武器に勾配屋根に変更した。 はいということは、これ、構造の変更なんかも必要なのかなっていうところ、あたりがつきます。はいそして、それらの工事、いろいろあるんですけれども、それらの工事は、はい、令和5年10月6日に完了したとあります。あ1つお伝えして忘れてましたね。この5ですね、はい物置として使用するための屋根裏部屋、はいこちらにつきましては、35ページですね、はい屋根裏部屋につきましては、1.5メートル、はい行ってないですね。なので、床面積にも、回数にも算定しないということになります。 はい。そして、それらの工事が、10月6日に完了したと言っています。じゃあ、これで終わりですかって言うと、さらにです。はい。河田栄一さんは、本件各区分建物を、区分建物ではない建物とすることを希望している。先ほど、木製の扉をつけただけでは、区分のままだとお話ししました。なんですけれども、区分のままなんですけれども、河田栄一さんは、区分建物ではなく、非区分建物としたいという希望を持っていると言っています。ということは、はい、こちらにつきましては、 はい。区分建物の区分合併登記で、低分建物になるということになります。そして、はい。増築ですとか、あるいは屋根吹き替えたよなんて事情がありますので、区分建物の表題部の変更登記、そして、区分建物区分合併登記を、一の申請情報によって申請する場合となります。はい。その他の情報としましては、33ページ。はい。建物配置図というところで、こちらも引っかかってほしくないところです。はい。これも直近の本試験で何度かあったところになります。何か。 はい。この建物配置図自体は敷地の形状全部直角に見えるんですけれども、はい。下に各筆っの座標値なんか与えられている、この座標値通りにプロットすると、はい。右側、私、かなり誇張してちょっと書いたんですけれども、これ、北西側以外、北西のこの筆っ以外は全部直角じゃないということになります。はい。このあたりもしっかり焦らないで読み取っていただきたかったです。はい。そして、はい。今回の注意書きですね。図面についての注意書き。 引っか,いから建物の外壁までの距離。はい、配置図における数値というものは、引っか,いから建物の外壁までの距離だと言っています。すなわち、先ほどのこれですね。はい、引っか,いから外壁までの距離だと言っているので、この値、そのまま使うことが可能です。なんですけれども、注意点は、はい、先ほど出てきましたね。建物図面に記載する距離は、小数点第1位まで、すなわち、2.90、そのまま使いたいんですけれども、2.9。 2.00も2.0この辺り間違えないようにお願いいたしますはいそして今回の建物はい与えられている数値について鉄骨の柱または壁の中心線間の距離だと言っていますそして今回の鉄骨は両側が被覆されているということですはい両側被覆なので特に何もなければ中心線間の距離で考えることになりますでも今回区分建物なのでじゃあ内側線について考える 壁の厚さがすべての部分で0.15メートルだという記述があります。はいなんですけれども、今回、問題文では、はい、合併前の船有部分、各船有部分の床面積というものはもう与えられているんです。はい、なので、必要となる情報としますと、これ、工事完了前ですね、工事合併完了前の1棟の建物の各階の床面積、これが与えられていないんです。そしてさらに 今度は工事後、さらに引く分建物となった、合併後引く分建物となった、その建物の各階の床面積、これも求めなくちゃいけないんです。ということは、どっちも中心線間の距離で求めることになります。なのでです。はい、今回、壁厚与えられてはいるんですけれども、直接は使わないということになります。はい。なので、 直近の本試験で壁厚でていろいろやってしまったよっていう方はここにものすごく気を取られて時間を使ってしまったそんな方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども今回は直接回答にはというところ必要ないぞというところになりますはいそして37ページ38ページには特記録なんてものが載っていたりします、はい、先ほどもお話ししたんですけれども今回は1棟の建物変更前の1棟の建物の床面積なんてものが記載されていないのでこれは中心線間の距離で求めていくということになりますそして はい、特記録から見ても分かりますように、今回は敷地権に関する事項なんかありませんので、記載不要と、原因およびその日付けらに書いていただくということになります。はい、それでは、回答、ちょっと見てまいりましょう。はい、PDF の10ページ、はい。問いの1、問いの1、穴埋め問題、はい、多少の言葉の違いはあれど、全部埋めていただきたい。例えばですけれども、ノの足であれば区分性ではなく、構造上および利用上の独立性なんていう言葉でも、はい、意味合いとしては同じになります。 はい。そして今回の登記の目的は、区分建物の表題部の変更登記、そして区分建物の区分合併登記になります。で、このあたりにつきましては、はい、いくつかやっぱり表記の差なんていうものはあるかと思います。あるんと思うんですけれども、やっぱり区分建物の表題部の変更登記、そして区分合併の登記で、これらの要素が入っていれば、はい、多少の記載のブレというものは問題ないと思います。はい。そして添付情報、気をつけていただきたいのは今回増築がありますので、所有権証明書忘れずにというところ。 はい。申請書登録免許税なんていうものは大丈夫かと思います。はい。そして今回、一等の建物の表示、床面積が与えられていませんでしたので、中心線間の距離で書いていくぞということになります。はい。そして、敷地計に関する事項はいずれも記載不要ですからね、しっかり書けましたでしょうか。そして、悩まれんたであろう、この区分した建物の表示欄につきまして。で、ここにつきましては、例えばですけど、構造変更ですとか、 あるいは増築なんか伴わない2つの区分建物があって区分合併した結果、非区分建物になったよそんな登記の申請書については皆様結構演習していただいたんじゃないかなというふうに思います、はい、まずはその要素が書けましたかというところそしてそれ以外について、はい、例えばですけれども今回合併に伴って共同住宅、はい、居宅という考え方もあろうかと思うんですけれども相変わらず区分制自体はありますので共同住宅の方がよろしいのかなそして屋根はスレート武器になりますはいそして はい。まずこの下の方ですね。3番9の1、3番9の2を合併。そして両サイドですね。それぞれと合併というもの。これはまずかけてほしかった。その上で、はい。年合併構造変更増築。はい。この要素が書けたかなというところ。で、この丸2 0 3につきましては、これ、登記記録が違うんですよね。登記記録が違うので、なくても私個人はよろしいかなと思うんですけれども、一応実務上では変更した上で、登記,記録閉鎖するなんていう。 はい、そんな手続きが取られているようですので、まあ、○○さん入れておいた方がいいかなというところで、も範半回答にさせていただいております。はい、そして問いの4ですね、問いの4も多少の表記の違いはあるど、これはやっぱり絶対に全部書いていただきたいところになります。はい、そして図面ですね、はい12ページ、はい図面につきまして、今回はこちら、中心線間の距離で測っていただいた低分建物の図面ということになります。床面積ですとか、急跡省略していい旨はないので、必ず書いてください。 はい2階はこのような形、重なる位置注意です。はい、そして、はい、ちょっとね、エクノ模範解答、ここですね、ここの変調4.60が抜けておりましたので、ぜひね、えー、足しておいていただけると幸いです。はいそして、建物図面ですね、建物図面も引っ掛けありました、敷地については全部直角じゃないぞ、はい、直角なのは北西のここだけですね、そして、はい、配置距離、配置距離につきましても、小数点、第1位までで記載、2.90ではなくて2.9。 2.00ではなくて2.0、はい。こういうところで失点していただきたくなかったというところになります。はい、以上でも,うものすごく書き足すてざっとなんですけれども、第21問、22問について解説させていただいたというところになります。なんですけれども、最初にお伝えしました通り、難しいところいっぱいありましたね。いっぱいありましたけれども、そこができたかを悩むよりは、はい、考えるよりは、私がお伝えしておりますように、ここは絶対取らなくちゃいけないよね。ここはミスしちゃいけないよね。先ほどの話で言うのであれば。 建物図面であれば、配置距離小数点以下第1位を記載するですとか、あるいは全部敷地直角じゃないんだよですとか、あ,るあとは敷地権については記載不要とちゃんと書きましたから、そういうところをしっかり取れたか、そっちについてまず思い返していただいて、できたかなというところを、ね、ちょっと意識していただきたいところになります。そして今回ねもう 解いていただいて分かった通り、も,うものすごく難しかったです。ですごく不安ですとか心配とか抱えられている方、すごく非常に多いと思います。なので,です、レックではイベントなんていうものを、ね、予定しております、はい。何かと言いますと、はい、まず10月21日、ですね、はい、10月21月日本試験その終わった後の土曜日ということになります。はい、こちらで、はい、木村講師交えて座談会なんていうものを、ね、ちょっと、えー、開催しようかなと思っております。でこの座談会につきましては、はい ものすごくもうザックバランにです、ね、もう本試験どうだったかなっていうのを木村講師と、そして皆様、参加いただいた皆様も含めてどうだか、どうだったかなっていう感想なんか、そういうものもちょっと、ね、お聞かせ願えればなというふうに思います。かなり、ね、本当にゆるくザックバランにお話できる機会にさせていただきたいと思っております。なんですけれども、こちらの座談会ですね、はい、大変申し訳ないんですけれども、水道橋本校限定、はい、実際に来ていただいた方限定で、ちょっと配信の予定もないぞというところになります。ですので、来られる方はぜひ、ね、来ていただいてというところになります。 はい、じゃあ来られない方につきましても、はい、11月25日ですね、はい、レックでは詳細解説会なんかも予定しております。はい、こちらは同時中継なんかもいたしますので、木村講師と私の方から、またより今日よりも詳細な解説というものをさせていただければなというふうに思っておりますので、ぜひね、先ほどの座談会参加できないよという方も、こちらの方はぜひ参加いただければなと思います。はい、そして、はい、心配ですとかご不安なんかある方であれば、個別相談会なんかも、はい、予定しておりますので、ぜひね、あのお問い合わせなんかいただければよろしいかと思います。 はい。以上でね、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。何にしましても、本当に皆様、本試験、本当にお疲れ様でした。え今しばらくはですね、えー、もう一度、ちょっとね、ゆっくりしていただく時間をね、作っていただいて、でも、もう少し明けましたら、例えば1週間、10日とか経ちましたら、はい、少しでも学習、早く再開できるように頑張ってみましょう。はい。それではですね、以上で動画を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。